ミニメカニック TV。 言うまでもなく、今日もプロデューサーは遅刻か。あ、連絡来た。静かに。実は今、張り込みの最中なんだ。は、張り込み？最近、近所の小学生がいたずらでピンポンダッシュをするようになってね。今日もそろそろだと思うんだけど、犯人はまだ現れない。くー、実はプロデューサーの方こそちょっと楽しんでません？とまあ、とにかくそういうわけで、まだ家を離れられそうにない。なので今回も宿題を用意した。赤の R 社が開発したアプリで、自動車整備士資格試験の対策を視聴者のみんなとやるように。赤の R 社が開発した例のアプリで今日も勉強ね。みんな頑張りましょう。今日勉強するのは、整備士資格試験の暗記ポイント、列型インジェクションポンプのカムシャフト。まずカムシャフトとは、断面が卵型のカムが一つあるいは複数取り付けられた軸を指します。カムはこの軸を中心に回転、そして中心から外周までの距離が一定でないことを利用し、他の部品を反復動作させる箇所に使われています。ではそれを踏まえた上で、カムシャフトの中でも列型インジェクションポンプと呼ばれるものについて学んでみましょう。まずインジェクションには噴射という意味があります。つまり列型インジェクションポンプとは、カムや部品の位置決めをする部品プランジャーが列型に並んでいる噴射ポンプのことを指しています。ディーゼルエンジンの燃焼室内に噴射する燃料を高圧で送り出していますよ。なおインジェクションポンプにはいくつか種類があります。今回取り上げた列型だけでなく、分配型、電子制御、独立型などですね。列型インジェクションポンプは日本ではボッシュ A 型に代表され、エンジンの気筒数分のカムとプランジャーが一列に並んでいます。一般的な4サイクルエンジンの場合、クランクシャフトが2回転する間に、列型インジェクションポンプのカムシャフトは1回転していることもぜひ覚えておきましょう。ポイントは、カムシャフトとは断面が卵型のカムが1つあるいは複数取り付けられた軸のこと。列型インジェクションポンプとは、列型になっている噴射ポンプのことの2つですね。はい、覚えました。みんなも覚えられましたか？もしわからないとか、もっと詳しく知りたいとかあればコメントをください。自動車整備士の勉強アプリは概要欄からもダウンロードができるから、ぜひみんなもダウンロードしてくださいね。ミニメカニック TV、 かりんでした。まったね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。